おはようございます。5月9日スカンジャンネルやっていきたいなというふうに思います。はい、本日も元気にいってらっしゃい。はい、おはようございます。5月9日、10日ですね、セカンドチャンネルやっていきたいなと思います。今日は日曜日ですね。昨日コンビニ買って郵便局行った帰りに、枯れてるね。ここもっこりしてる。3D みたいな。ああ、本当だ。この部屋みたいな。あ、すごい。な？だから。すごいぴったしじゃん。え、これこうなんねん。みんな。これ部屋やん。ピョンって。すご。これラーメン二郎のコラボ。ニンニクなってる。ニンニクなってんじゃん。うん、そうよ。プロレスラーみたいな。吐くときそこもっこり言うと笑えるね。こういうやつやからしゃあないよな。へえ、かわいいじゃん。ニンニクのマークついてる。うん、いいじゃんいいじゃん。でもさ、このさっき履いたパンツもさ、ここかわいいね。このネイビーにこのベージュ。うん。まあ確かに濡れてる、濡れる感じはなさそうやな。なんかこことかにさ、隙間がねえなっちゃうか。そのポケットの中の 3D。収まりは良いの？良い。すごい、ジャンプ楽しんでよ。これだってな、フロント部分のお部屋って書いてある。ぴったしじゃん、お部屋っていう名前にふさわしいよ。しかもさ、これ刺繍もできんねんて、名前とか。あ、へえ。プレゼントとか最高じゃん。ジローの G226 って書いてある。ジロー。ジロー。かわいい。いや、いいじゃん、いいじゃん。だから3日間履いてても蒸れへんって言ってたから、どうなのかな。めっちゃ臭い人どうするの。でも抗菌効果もあんねんで、ほんでストレッチもめっちゃあるらしくて。おお、すごっ。ビヨン。まあ、だから楽やな。あ、ほら、とりあえずこれ履いてみるわ、今日。いいじゃん。うん、履き心地めっちゃいいし。私も履いてみたかった。サイズいいよ。臭いねん、臭いねん。やったら。やろうよ。じゃあ私も行ってね。いくよ。たっくんちゃんとやってよ。せーの。やってないじゃん、ほら。やるよ。早くやって。いけないよ、やってくんなきゃ。いくよ。うわ、絶対うまいやつやん。オープン。これもっとしちゃうよ。わ、いい匂い。オープン。わ、これお店の匂いがする。本日はこちらのですね。はい。1825年製のものになっております。なわけないよ。いくらすんのそのライン。
煎もしなかったよ。テイスティングどうぞ。テイスティングデビュー知ってる。あ、食べようか。せーの、いただきます。あ、パン屋さんだったのか。なんかこれカモロースやったっけ。うん、これパスタ。うん、これはこれはハムのパスタ。これは野菜だけだ。1000円ぐらいのワイン。気持ちが悪い。嘘。こんばんは、すいません、遅れました。あ、さんもおる。はい、じゃあ第2回目、乾杯。